出て行きたくねえんだろう。だったら余計なことを考える必要はねえ。ここにいりゃいい。何度も同じことを言わせるな。それともこの新選組はそんなに頼りなく見えるってのか。この二人と一緒に行ったところで風間に居場所を嗅ぎつけられねえ補助はねえんだろう。やつは俺たち新選組にとっても敵だ。同じ敵を相手にすんなら一緒にいた方が効率がいいじゃねえか。愚問だ。迷惑だと思ってたらとっくに放り出してる。また振られちゃったか。ううん、いいのよ。あなたがここにいたいっていうのなら無理強いはできないもの。それより教えてほしいことがあるんだ。前にあなたが言ってた気になる人って土方さんのことなの？それって完璧に捕まっちゃってるじゃない。私のご先祖様にあたる鈴鹿御前も坂の上の田村麻呂って人間の男に恋をして今日までついてきたんだって。その子孫が私だから、あなたの気持ちは私にもわかるつもり。どんな事情も立場も恋の前には無力だもんね。人と鬼っていう立場の違いはあるけど、うまくいかないって決まったわけじゃないもんね。頑張ってね。応援してるから。姫様、そろそろ行きませんと。あ、そうね。それじゃあ元気でね。
風間は本当に手強い鬼だから気をつけて。大丈夫かね。少し休んだ方がいいかい。何としてでも助けてもらわねばな。土方さんのためにも絶対に。あの人には負けは似合わない。もうあの人のあんな顔は見たくないからな。土方さん、もう無理だ。やつは坂の上にバカでかい大砲を仕掛けてやがる。
坂を登ろうとした橋から撃ち殺されちまう。ありゃ切り合いに持ち込むなんて無理だぜ。しかも奴らの持っている銃、射程が恐ろしく長い。かなり離れているというのに2発に1発が命中している。新八の奴はどうしたんだ、見当たらねえが。新八なら2番隊15名と共に敵陣へ切り込みに行ってる。敵陣に切り込みって正気か。どう考えたって生きて帰ってこられるはずがねえだろ。よ、ただいま。今戻ったぜ。新八。生きていたのか。まさか。おっと、幽霊じゃないぜ。よく見てくれよ。足もちゃんとついてるから。ただ。敵本陣に飛び込むのはどうやっても無理だった。先に出て行った合図の部隊も押し返されてるみてえだ。副長、これ以上は無理です。撤退のご決断を。おい、なんだこりゃ。どこかから煙が流れてきてやがるぞ。大砲の火が奉行所にも移ったか。さっさと逃げねえとやばいぜ。土方さん、撤退だ。トシさん、槍の時代じゃねえってことだな。ここは撤退だ。だがまだ負けたわけじゃねえ。この借りは必ず返してやるからな。あの人がどんな思いで撤退の言葉を口にしたか、付き合いの長い私にはよく分かってるつもりだ。負け戦なんてのは一度経験すればもう十分だよ。私は刀としてはまるっきり勇さんたちの役に立たないと思ってる。ただこんな私でも新選組を勝たせるためにできることはきっと何かあるはずだ。だから頑張ろうな。
いや、我々は幕命を受けて参った。お上に弓引く逆賊を迎え撃つため力を貸してもらいたい。危ない、伏せなさい。薩長の勢いに気をされたか。はたまた民を戦乱に巻き込みたくないとの辛抱遠慮か。とりあえず本隊へ戻ろう。これ以上ここにいるのは危険だ。あんたももう分かってるだろう。彼らは我々の味方ではない。ここに長居すればするだけあんたを危険にさらすことになる。いい加減にしなさい。トシさんのために増援を呼びたいのは私だって同じだ。だが私は淀藩に援軍を頼みに行くのと同時にあんたを守る役目も仰せつかってるんだよ。もしあんたの身に何かあれば命令に背くことになる。さあ、気にせんでいいよ。何、トシさんのことだ。きっとこの状況をひっくり返すだけの奇策を考えてくれるさ。どうぞ。